信じるか信じないかはあなた次第。いい？どうもアンバサダーのトヨです。やはりですね、我々は来年の2025年、やばいんじゃないかと。なんとミスター都市伝説関さん曰く、2026年こそが人類史上最大の転換点になるんじゃないのかってことを言っているんです。はい、まあ、これがどういうことかと申しますと、先日放送されたやりすぎ都市伝説の中でですね、2026年にニューワールドオーダーが来て、地球外生命体と人間のハイブリッドである新人類ホモインターディメンショナリズが誕生するんじゃないのかっていう話がありました。まあ、つまり宇宙人との遭遇、テクノロジーの進化、そして地球規模の環境変動など、これらが複雑に絡み合うことで、2026年に我々の世界が根底から覆ってしまう可能性があると。そして関さんはやりすぎの放送から1日経った10月21日、自身の YouTube チャンネルで生配信を行って、自らやりすぎ都市伝説の深掘りをしてくれました。この深掘りすごいですよ。やりすぎ都市伝説の関さんのパートの尺よりも、いや、なんならやりすぎの尺よりも長かったですからね。めちゃめちゃ深掘ってくれてたんですよ。というわけでね、小安さんもね、そこに乗じまして、徹底的にこの件について深掘りしようと思います。人類史上最大の転換点。まず2026年、自分ある人類は宇宙人との直接的な遭遇を経験すると。いや、楽しみですね。まあ、僕はね、もう宇宙人との遭遇ってのは経験済みなんですけど、多くの人類にとっても2026年は経験するだろうと。で、まあ、やりすぎの放送の中でも、エジプトやペルー、そしてメキシコで見つかった3本指でコーンヘッドのミイラたちがですね、実は地球外生命体と当時の人類の交配種なのではないかというお話だったんですけど、いよいよ彼らが2026年復活する。やっぱり彼らは特別な存在なんですよね。で、このミイラたちは臓器が残った状態で水分を失ってミイラになっているということで、いわば乾眠状態なんですよ。春眠みたいなもんですよね。眠っているんです。再び水分を獲得することができれば復活できると。で、もしくはこの臓器からエクソソームを回収して、それを人類に投与することで新人類が生まれるよというところなんですよね。まあ、そんなこと本当にあり得るのかとは思うわけなんですけども、まあ、関さんが話しているところのこの宇宙人との遭遇、これはね、決して突然の出来事じゃないっていう証拠があるんですよね。まあ、というのも、まあ、実は彼らは長い間地球を観察し、時には、まあ、人類と接触してきたと。まあ、私もその一人なんですけど。その証拠として、実際に古代の遺跡や宗教的な記述の中に、その痕跡が多数残されてるんですよ。例えば、こちら、ピラミッドですね。ギザの三大ピラミッド、こっち側から見るに結構珍しいなって最近思いました。普通反対側から見てね、このちっちゃいね、あの王妃とかの墓をあんま見ないようにしてるんですけど、まあ、それがね、写ってるなっていう写真ですね。で、メアルスギの中では実は海底で作られていて、まあ、海底人が作ったんじゃないのかっていう話があって、まあ、実際この辺は海に沈んでたんじゃないのかっていう話もあるんですよね。で、実際4500年前に重さ約2トンもある巨石をどうやって積み上げたのかと。で、なぜこんなにも正確にね、東西南北どころか先生術が理解してないと作れないであろう感覚でね、まあ、作っているということもあるんで、まあ、これ恐ろしいことやなと思うわけなんですよ。で、またこちらペルーのナスカの地上絵、数百メートルの地上絵にもかかわらず、まるで空から見ながら描いたように、まあ、綺麗に描かれていると。まあ、絵自体は下手ですけどね。で、極めつけはこちら、聖書に書かれる天使の姿。天使といえば、やはり神の使いとして空からやってくる存在ですよね。で、空からやってくるんで連想されるのは宇宙人。つまりこれらは全て古代の人々たちが接していた宇宙人の存在を表してるだけなんじゃないのかなと。実際ですね、世界最古の宗教遺跡と言われるトルコのギョペクリテペ、先日行ってきたんですけども、こちらをご覧ください。明らかに宇宙人との接触を描いている様子ですよね。で、これもまた考古学博物館で見た約5000年前の青銅版なんですが、明らかに UFO のようなものと宇宙人のような奇妙な女性も描かれていると。で、これらはやはり関さんが何度も言及しているところの宇宙人の存在、それ自体はやはり単なるエンタメや神話、都市伝説ではなく現代にいる確実な存在なのではないかと。こちらご覧ください。これ2020年、アメリカ国防省が UFO に関する映像を公式に公開したわけなんですけど、まあ、これは都市伝説や陰謀論扱いされて、言ってしまえばバカにされていた話題が現実味を帯びたというものなんですよね。で、関さんも言ってましたが、そもそも陰謀論という言葉は、陰謀を隠したい側が陰謀論イコールとんでも理論というイメージを植え付けさせるための流行らした言葉やと。まあ、一説にはね、 CIA がですね流行らしたんじゃないかってことも言っとるんですよ。
で、関さんが宇宙人の話を強調する理由としては、人類がこれまで知っていた地球中心の世界観が崩れつつあるということを言ってるんですよね。でね、この宇宙人の存在が現実であるとするならば、人類が自らの位置づけを根本的に見直す時が来ると、つまり我々は地動説や天動説がこの切り替わった瞬間、その瞬間ぐらい今大事な時にいるんですよね。だから今の世界では我々人類が全ての中心ということなんですけども、まあ、悪く言えば我々が人類が地球の支配者と考えられるんですよ。しかしここに宇宙人がやってくることで、人類よりも上位の存在がやってくるんですよね。これは大変や、尊王上位運動をせなって感じですよ。でですね、まあ、その結果現在広く知れ渡っている宗教や哲学、科学といったあらゆる分野に大きな変革が訪れると、まあ、実際関さんも言うてましたよね。現代の考古学では歴史の全てを知ることは不可能だと。かつての歴史と遥かなる未来が今シンクロする時が来るんですよ。でね、皆さん宇宙人が登場するって聞いたら、まあ、まだまだ SF やんって思うでしょ。まあ、例えば ET 友達、それちょっとな、違ったね今ね。で、優しくて友好的だったね、まあ、宇宙人ならいいんですけども、宇宙人はね結構敵対してるやつもおるんですよ。レプとか。で、やりすぎの中でも関さんが人類による人類のアブダクションが起きるって言ってたりとか、これかなり攻めてる話ですよ。で、非合法な医療手術が行われたりと、地球の倫理観が及ばない時代が来ると話していたんですけど、明らかに人類の脅威となる可能性が高いと。で、そうなってくると大体の人は宇宙人の存在を受け入れることが難しくなってくるんですよね。で、そして一部の人々は抵抗運動を起こすかもなと。で、宗教団体の中には宇宙人を悪魔の化身とみなして対立を煽ったり、現代人 VS 宇宙人の特徴を持つ新人類の戦いに突入する可能性すらあると。で、関さんはこの宇宙人との遭遇が人類にとっての最大の試練になるかもと警告してくれてます。監視社会の完成と人類の殲滅。皆さん最近やはりどこか監視社会というのは感じてるんじゃないでしょうか。まあ、実際渋谷、街中に AI カメラまでは搭載されて、その人がどこに行くのかみたいな推測すら立てられてるんですよね。まあ、2026年、私たちの世界はかつてない監視社会へと変貌を遂げるかもしれないと。関さんが警鐘を鳴らすこの未来は私たちの想像をはるかに超える恐ろしいものになる可能性があると。まず街中に張り巡らされた監視カメラと IoT デバイスの存在は当たり前になっていくんじゃないかと。で、これらはもちろん単なる防犯カメラではないんですよね。AI と連携し、顔認証技術を駆使して市民一人一人の行動を24時間365日追跡すると。で、そんなことはありえへんやと思うかもしれないんですけど、こちらをご覧ください。まあ、すでに中国は超監視社会になってるというのは有名な話なんですけども、まあ、SNS はおろか街中に出て もうデジタルの世界もアナログの世界も監視されてるんですよ。もうゆりかごから墓場まで全て記録が可能になっていると。まあ、とんでもない時代ですね。で、まあ、これはね、まあ、なんとなくイメージができるわけなんですけども、まあ、関さん曰くさらに恐ろしいことがあると。それがこの監視システムが私たちの体の中にまで及ぶと。まあ、これどういうことかっていうと、マイクロチップの体内埋め込み化が義務化され、健康状態から感情の変化まで全てリアルタイムでモニタリングされてしまうんですよね。まあ、だから犯罪を起こしそうな感情の揺れとかホルモンバランスとかがあれば、それだけで逮捕されちゃう時代が来るかもしれないと。そうなってくるともはやプライバシーっていう概念はないですよね。こいつ今めちゃめちゃ興奮してるやんとか、めちゃ泣いてるやんとか全部わかるんですよ。で、この監視システムは明らかに中国の社会信用システムをはるかにしのぐものになると。人間の行動、健康状態、 SNS での発言、購買履歴、さらには思考パターンまでもが数値化され、市民スコアとして評価されると。全てはこのスコア次第の世の中になるんですよね。実際就職、結婚、住居、さらには医療へのアクセスなどが決定されてしまうと。なんならスコアが低い人はもう電車とかに乗ることすらできなくなると、改札で弾かれてね。で、ハイスコアの市民は特権階級、そういった形で分かりやすく出てきて最高の生活を享受できると。しかしその一方でロースコアの市民は社会から排除され、基本的な人権すら制限されてしまう可能性があると。で、このシステムが国境を越えて世界中に広がっていく可能性ってのがあり得るんです。例えばグローバル企業と各国政府が手を組むことで世界規模の監視ネットワーク構築されてしまうと、もう海外に逃げてやり過ごすみたいなことができなくなっちゃうんですよね。まあ、つまりこれは新人類による人類の選別と捉えることもできるんじゃないかと。
こういったことから関さんはですね、この監視社会の完成が人類の自由と尊厳を根本から脅かすと警告していますと。恐ろしくないですかこれ。で、この監視社会を生み出すのが AI であり、その AI を使う側になるのが宇宙人の系譜を持つ新人類になるんじゃないかと。文明のリセットと新たな進化。そして関さんはですね、2026年人類は地球規模の激烈な環境変動に直面することになるってことを言っておりました。まあ、やっぱりですね、まあ、2025年7月大災難とかも言われておりますが、2030年頃まではこういった自然の危機みたいなことも起こりやすいっていうことが言われているんですよね、あらゆるところから。で、関さんも予見しているこの事態としては、単なる気候変動ではないと、それをはるかに超える文明のリセット、それぐらいの大変革があると。まあ、実際グレートリセットというのもね、今のあるこの社会経済のシステムをリセットしちゃおうっていうのがありますけども、それと同等、いやそれ以上のことが起きちゃうかもということがあって、というのも実は地球があるこの太陽系なんですけど、2012年からフォトンベルトに入ってるんですよね。このフォトンベルトというと、まあ、これはね、ちょっといいベルトっていうわけでもなく、文字のね種類フォントでもなく、これはどういうものかと言いますと、フォトン、別名光子なんですよね。で、その光子とも呼ばれるその粒子が集まっておりまして、ドーナッツのような帯状になっているんですよ。まあ、めちゃめちゃでかいね、まあ、ドーナッツみたいな感じですね。で、宇宙空間に浮かぶこの巨大なフォトンベルトに入ると、高密度のエネルギーを浴びて、電子レンジの中のような状態になると。まあ、電子レンジの中っていうと、まあ、タイムスリップとかもできますから、基本的に体に良くないっていうわけなんですよ。ということはやっぱり地球にも良くないわけなんですけども、これはね、太陽系、このフォトンベルトを2000年かけて通過するということで、2000年間我々は電子レンジの中に入ってるのもんなんですよね。それは頭おかしになるわって感じです。で、これ前回、じゃあ今はまた入ってるんですけど、その1個前いつ入ったかっていうと、それが1万3000年前なんですよ、フォトンベルトに突入したのが。で、1万3000年前、そこには何があったかと、ギョペクリテペ、人類最古の宗教施設があった場所ですよね。時期が一致するんです。で、このギョペクリテペ、前回のフォトンベルトの時代の都市なんじゃないのかと。で、このフォトンベルトの中に入っている時代には高度な文明が存在していて、2000年かけてフォトンベルトを抜けた後に文明を滅びるっていうことが言われてるんですよ。で、このフォトンベルトに入ったことで地球の磁場が乱れるんじゃないのかっていうことも考えられると。で、磁場が乱れると聞くと、まあ、やはり我々はね、ポールシフト、地球の磁場が入れ替わったりすることなんですけども、これを思い浮かべるわけなんですが、フォトンベルトがポールシフトに影響している可能性も全然あると。さらに恐ろしいのが、この磁場が乱れるっていうのは GPS が狂うとか通信網が乱れるとか、そういった次元じゃなく、人間の脳にも影響を与えてしまうんです。まさしくこんな事態は脳ですよね。集団的な、ね、意識の変容を引き起こしちゃうかもねという話なんですよ。で、実際最近結構やばい乱れが見られまして、それがですね、2024年結構歴史的なことがあるんですけど、横浜ベイスターズ3位から下克上という形で日本シリーズに進出したんですが、そこで今言われていることが、ソフトバンクは1回しか2024年優勝していない、横浜は71回優勝していると、こういった感じで、なぜか同じこの日本シリーズの土台に立っていて、片や優勝、片や3位にもかかわらず、3位側が71回優勝しているという謎の主張をしているんですよ。なぜこんなことが起きているのか皆さんわかります？横浜ベイスターズというのは、もしかしたら太陽ホエールズとの関係が疑われているんですよね。太陽、まあ、つまりこの太陽フレアなどの影響が深刻に来てしまっていると。なんで71回優勝しているという幻覚を見ているんですね。でですね、このフォトンベルトによる磁場の乱れ以外に、実際この太陽フレアや未知の天体の接近など宇宙からの影響がかなり地球に今及んでます。危険です。で、さらに宇宙からだけではなく、地球の地殻変動が活発化する恐れもあると。あー、もう地球終わっちゃう。関さんによればね、これらの現象は地球自身が意識を持ち自己浄化を行っていると。地球は生きてるんですよ。人類による環境破壊の反動として、地球が自らを再生させようとしているんじゃないかと。自己再生のフェーズに入ってるんですよね。しかし関さんはこの危機を単なる破壊とは捉えてないと。むしろこれは人類進化のチャンスなんです。エボリューション、この激変を乗り越えた人類、新たな能力を獲得すると。まあ、これはやはりいつの時代の動物もそうやってね、環境の変化に適応して進化していくんですよ。そうじゃないと滅ぶから。例えばキリンの首が長いのは太陽に憧れたから
ではなく、高いところにある草を食べられる個体が子孫を残した結果ですし、象の鼻が長いのは水の中で息継ぎするためやと言われております。実際最近この象牙の密輸がめちゃめちゃ流行ってしまったせいで、密輸されやすいというのはやっぱり立派な象牙を持っている象ということなんですけども、これにハンターたちが立派な象牙を持っている牙を持つね象から狙っていったんで、今逆にちょっとちっちゃい牙を持っている象がたくさん生まれてるらしいですね。これはまた環境に適応した結果なんですよね。でこういった感じで人間も地球の危機に合わせて進化していくしかないと。これがもし例えばテレパシーのような超感覚的な能力の獲得だとか、環境に適応するための身体的変化が起こるかもしれないと、まあ、関さんは考えてるんですよね。そしてこちらをご覧ください。これはね、実際トルコのギョペクリテペから出土されたウルファマと言われる口がない石像なんですけど、この頃はテレパシーを使っていたんじゃないかと。なぜなら口がないからっていう考察があるんですよね。で、ギョペクルイテペがホトンベルトの中にいる間の文明だとしたら、ウルファマンはその当時の人類の姿そのものの可能性も全然あるなと。で、またこの危機は人類に協調の必要性を教えてくれるとも考えられてるんですよ。国境や人種の壁を越えて生き残りをかけた協力が始まると。これがまさに新たな世界秩序、ニューワールドオーダーの誕生につながるかもしれないと。なんなら世界政府みたいなのが本当に出てくるかもしれないですね。で、当然ね、まあ、全ての人がこの環境に適応できるわけではないんですけど、関さんはこの時期を選別の時代と呼んでるんですよ。で、環境の変化に適応できるもの、できないものの間に大きな格差が生まれてくるんじゃないかと。で、この選別は単に身体的な強さだけでなく、精神的な柔軟性や直感力なども含めた総合的な適応力によって決まると。なんで関さんはこの変動を乗り越えるためには今からの準備が不可欠だよと警告してくれてるんですよ。地球を単なる資源の供給源としてではなく、生きた存在として捉え直すことで持続可能な文明を築く道が開けるかもしれないと。超人類の誕生と新たな文明の幕開け。2026年 AI と人類の融合が現実のものとなり、社会は劇的な変化を迎えることができます。関さんが予見するこの未来は人類の進化の新たな段階を示すものかもしれないと。まず脳とコンピューターを直接接続するブレインマシンインターフェース、 BMI。 BMI って聞くとちょっと耳が痛い人いますよね。僕もなんですよ。みんな頑張りましょうね。違うんですよ、脳とコンピューターを直接接続する BMI の方なんですけど、でこれでどうなるかというと、人間の思考をデジタル空間に直接アップロードすることができるんですよね。つまり我々の意識は物理的な体の制約から解放され、サイバー空間を自由に行き来できるようになると。つまり日本の内閣府が2050年までに進めている、人が脳、体、空間、時間の制約から解き放たれるムーンショット目標とつながってくると。まあ我々は今やっぱこの生きづらい体、肉体を使っているから疲れや眠気なども感じますけど、ここから解き放たれた脳の覚醒というのが起きるんですよ。この技術、まあ、単なる便利さを超えた可能性を秘めているってことは誰でもわかると思うんですけど、これ恐ろしいことに、死亡した人の意識をデジタル空間に保存し、永遠の生を得ることができるかもしれないと。まあ、つまり人類はついに不老不死の領域へと足を踏み入れます。で、また複数の人間を融合させ、集合地を形成させることも可能になったら、まあ、まさにね、ワンピースのベガパンクが人々の脳を一緒にしようみたいなことをしてましたけど、それと一緒なんじゃないかと。人類保管計画みたいなこともできちゃうんじゃないかと。人々の意識を集合させたらもう寂しくないよっていう。まあ、そういうね、なんかアニメとかの悪役がやってるようなことを、この世界は進めているんですよ。で、またナノテクノロジーと AI の融合により、人体を内部から最適するナノボットが実用化されるんじゃないかと。これらの微小ロボットは体内に入ることで病気の治療や老化の防止、さらには身体能力の強化にも使われると。このナノボットによって人類の寿命は大幅に伸び、100歳を超えてもこの肉体を維持することができるようになるんですよね。この技術革新、ええやんって思うかもしれないんですけど、新たな問題も出てくるんですよ。まあ、それが AI と融合した新人類とそうでない通常の人類との間に大きな格差が生まれてしまうと。この結果、知性、身体能力、寿命の差というのは社会の分断を深刻化させちゃうかもねと。で、またデジタル空間に意識をアップロードすることで、人間とは何かという根本的な問いも浮上してくるんですよね。そもそも物理的な体を持たない存在を私たちはまだ人間と呼ぶかどうかってのは決めかねてる部分がありますよね。で、さらに AI との融合が進むと、個人のプライバシーや自由意志の概念も大きく変わる可能性があると。私たちの思考や記憶が直接デジタル化されることで、それらを管理操作する技術も生まれるかもしれないねっていう話があるんですよ。で、関さんはこの変革期を乗り越える
るためにアドバイスされてます。そのアドバイスが技術の進歩だけでなく精神の向上も不可欠だってことを言っているんですよ。つまり我々に必要なのは神との接続、次元上昇、瞑想になってくるんですよね。それにいち早く気づいていたジョブスは瞑想をどんだけ忙しくもやっておりましたし、天下の Google には瞑想の研修もあるそうです。やはりあれほどのテクノロジーの最先端に行っているのに瞑想をやっていることには意味があるんですよね。 AI との融合が進む中で私たちは人間の本質的な価値、倫理、そして存在意義についてより深く考える必要がある。2026年人類は新たな文明の幕開けを迎えることになると。それは私たちの想像をはるかに超える世界かもねと。たった2年後と思わないでください。2年あれば世界は大きく変わります。2019年から2021年とか想像できないぐらい変わったじゃないですか。未来はすでに始まってるんですって関さんが言ってました。信じるか信じないかはあなた次第。あ、今ということでですね、この関さんの深掘りめちゃめちゃ面白かったですね。いや、皆さんどう思います？僕はね、ムーンショット目標とかの話もあるんで、まあ、結構その通りかなっていうのを、まあ、純粋にまず思いましたね。で、やっぱ一つ怖いなと思うのは、その格差の部分ですよね。今もそうなんですけど、新しい技術というのは、お金を持っている人からやっぱり優先して受けられるっていうことがあるんですよ。実際、僕たち旅行は行ったことありますよね。多くの人は。多分視聴者の 99% の方も旅行行ったことあると思うんですよ。修学旅行とかも含んでいいんで。でも、じゃあ宇宙旅行行ったことありますかって言ったらないですよね。でもこの世界には宇宙飛行してないのに宇宙旅行に行ったことがある人がいるわけなんですよ。まあ、前澤さんとかもそうですよね。宇宙に行っていると。で、この違い何かっていうと、もうたった一つ、お金なんですよ。つまり今このお金による格差っていうのは、もうトマ・ピケティとかもいろんな経済学者とかも警告しておりますけども、めちゃめちゃこの100年の間に開いてしまったんですよね。お金の格差だけでもこんなに大きないろんな問題を生んでいるのに、ここに知能とか自分自身のこの性能みたいなことも格差として加わったら、もうそれは本当にね、チーターとアリがかけっこするみたいなもんですよ。勝てるわけない。じゃあ残された側の人たちはどうなるのと、そこがね怖いなって思うんですよね。今僕たちはね、この日本という国に住んでいて、まあ、日本は、まあ、ありがたいことにね、セーフティーネットが他の国よりも充実してます。まあ、僕は実際ね、借金1400万あったんで、まあ、めちゃめちゃよくわかるんですけど、借金1400万ある時ってもう保険とかもうほぼタダみたいな価格なんですよ。もう保険料900円とか考えれないじゃないですか。一回医者行ったら元取れるんですよ。元取るっていう考えもあんまわかんないと思うんですけど、まあ、それぐらい優しい国なんですよね。ある意味弱者にはすごい優しいし、まあ、よくね、まあ、ちょっとその普通に働くよりもシングルマザーさんの方がお金もらってんのどうなんっていう意見とか出ますけど、これはシングルマザーさんがお金をもらっている、助成金とかね、保護金をもらってるっていう話じゃなくて、そもそも所得が低すぎる社会に問題があるよっていうことをなんかうまくすり替えられてるっていう話なんですよね。まあ、だからこういったしょうもないところで妬みそげみを生むことで、どん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 格差が生んでいくよと。で、結局この国が悪い、国が悪い、国が悪いっていうことで、自分たちで国を良くしようともしてなかったら、その状況から良くならないよと。そうなってくるとどうなるかっていうと、最終的には国も耐えきれなくなって、残された側の人たちは淘汰されることになっちゃうよっていうことなんですよね。まあ、だからマジで、まあ、2025年、ここの段階で世界のこの経済的な面っていうのは大きく動くと僕は思ってますと。この大きく動くっていうのは、やっぱマイナス方向の可能性が高いんじゃないのかなと。まあ、だからこそ今備えておくと、知恵をつけておくと、そういったことが大事なんですよ。じゃあ僕何やってるかと、毎週の競馬なんですね。ああ、いい話してたと思うな、途中までは。なんでこうなってしまうんだろうな。まあでもね、今週いよいよ日本最強馬を決める天皇賞。まあやはり天皇をね、冠しているということでね、観覧されることもあるこの由緒正しいレースがまた行われますんでね。まあ、昨年はね、このイクイノックスが圧倒的やったわけなんですけども、今年はね、ドーデュースが取るのか、まあ、それともまたルメールが勝つのか、まあ気になるところですけどね。まあ、先週の菊花賞はね、全然ダメだったんでね。秋華賞はね、そこそこ勝ったんですけど、菊花賞は、ルメールうまかったっすね。まあでもこれがですね、投資なんですよ。まあ、僕なんと競馬やっておりまして、今年回収率現在 113% を誇っております。ちょっとギリギリ勝ってます。このまま逃げ切れるようにね、天皇賞爆勝ち目指してやっていくんで、まあ、みんなもね、こうやって一つ一つ小さなことでもいいんで、生きる希望を見出して苦難の時代を乗り越える準備をしていきましょう。それでは See you。